出したボール、キーで繋いだ柏の守備、そしてさらにこぼれたボールを丸谷から決めました。丸谷のゴール。いやいい攻撃ですね今のね、はい、柏吉文がつないで中に入っていく、そして浅野を経由、柏がもう一回戻したところでした。まあサイドをね広く使った攻撃っていうのを意識してずっとやってましたからね、はい、柏がね、まあ、中央は非常にコンパクトに人数かけて柏が守ってきますから、この柏吉文中に入ってヒールでつないで、そしてさらに柴崎を落とした後、角度は変わっていますが丸谷の今シーズン初ゴール。